アイダホ州で見つかったカンブリア気中期のハイアリススシロップス、エストニア北部で見つかったオルドビス気中期の化石。中身の化石である。ヒオリテスは塩水系の殻を持つ古生代の動物の一グループ。通常はヒオリテス砂とされるが、ヒオリテス門として扱われることもある。カルシウム質でできた塩水系の殻の正面には上側が、 蝶津街のように繋がった一枚の蓋を持つ。一部の種類は、下の開口部からエレンズと呼ばれる2本の髭状の付属体が両側へ張り出している。ほとんどの化石は、体長1から4センチメートルであり、楕円、または三角の断面形状として観察される。環状あるいは螺旋状の場合もある。円錐形の殻と蓋の内側から、多くの筋組織の付着面が確認されており、 蓋の開閉動作を操作できたと考えられる。口は糞の前端にあり、その両側は数本の触手を持った一体の触手感がある。消化管は殻の中で U ターンして折り返し、終端の肛門は口と同様に開口側に向かっていた。ヒオリテスはすでに絶滅しており、一見で現存する動物門のどれにも似ていない。難組織が発見される以前、 ヒオリテスの動物界における系統的位置は不明であった。ヒオリテスを軟体動物門の一項と考え、他の動物との関係を明らかにしていない、独立な動物門として扱う研究者や長官柄戦場になっていることから、星口動物に近いと考える研究者もいる。有力視される新しい学説としては、万足動物に近い食肢間動物であるというものが挙げられる。 従来は不明であった、軟組織の構造も確認できる化石を解析した。結果、内臓や接触器官の構造が食手管動物のと共通であると判明した。腕足動物のような肉系を持つ種も後に発見されており、ヒオリテスは基盤的な腕足動物であることが示唆される。ありがとうございます。